男のミサオは、ゴーダ・リョウケによる日本の漫画作品。ビッグコミックにて2003年から2006年にかけて連載され、2006年に、小学館ビッグコミックススペシャルより上下館にて、刊行された。2015年には上下館を再編集し、巻末に描き下ろしを加えた、新相版、全一巻が刊行されている。紅白出場を目指す、演歌歌手。 五木美沙夫とそれを支える女たちのドラマ。前半はショートギャグだが徐々にシリアスさを増していく。NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠で浜野健太主演により連続テレビドラマ化され2017年11月から放送された。売れない演歌歌手五木美沙夫の夢は紅白出場。娘の哀れと共に営業に励み、亡き妻、 純子はビデオから声援を送ってくれる。所属事務所の社長にいびられても、お隣のマンダさんから好意を寄せられても、純子との約束を守るため、ミサオは持ち歌、男のミサオを歌い続けていた。賑やかな人々に囲まれ、笑って泣いて、歌って暮らす。そんな毎日がずっと続くと思っていた。だが、それぞれの愛情の裏側には、静かなる葛藤があった。 NHKBS プレミアムのプレミアムドラマはにて2017年11月12日から12月24日まで放送された。全7回。主演は浜野健太。原作のゴーデン・両家の指名により、劇中歌、男のミサオの作曲をツンクが担当した。主要人物その他、ハット ABC、浜野健太さん主演、男のミサオ制作開始。 NHK、二千十七年九月十一日閲覧。AB、浜野健太、主演ドラマで、紅白目指す、男のミサを制作開始。オラカニュース、HTTP、コロン、スラッシュ、スラッシュ、WW、o r i c o n co、jp、スラッシュ、ニュース、スラッシュ、二零九七零四一、スラッシュ、フルスラッシュ、二零一七年九月二十五日閲覧。 朝日新聞、テレビ欄、ありがとうございます。